p s 開発、製造の PHS 音声端末である。同社が初めて製作したコンシューマー向け端末である。初代である Q とマイナーチェンジを施した Q があるが、型番は同じである。2009年11月1日以降のロットはネットインデックス製造となり、サポート等も同日以降は同社が担当することとなった。2006年12月14日に、 初代機種である旧発売。端末のコンセプトは、シンプルで無駄な機能を削ぎ落としたミニマム。通話、ウェブブラウザ、電子メールクライアントのみに機能を絞り、カメラや Java 等は省かれている。ウィルコムの端末だけあって、ウェブブラウザはフルブラウザのネットフロントを搭載。高度化、PHS 規格の w ームに対応した w シムである。 RX420AL が同梱され CPU に ARM9 を採用して快適な操作感を達成している。RX420AL 以外の W、SIM にも対応し本体のみの単品販売も行われている。発売当初はホワイトブラックの2色のみであったが2007年3月27日に ピンクが新色として追加発売され、2007年7月6日にはグリーンレッド2色が追加発売。また、2007年8月3日に限定モデルとして FC バルセロナモデルが発売となる。ファームウェアバージョン V107 以降を適用することにより、内蔵ソフトウェアは9に近い状態までアップデートされる。2008年1月31日に9を マイナーチェンジした Q が発売された。Q のコンセプトはそのまま保ち、変更点は内蔵メモリの追加、赤外線通信対応、メインディスプレイ上部への LED 搭載など細部にとどまっている。当初は3色展開で、フレンチブラックは1月31日、ポーラホワイトは2月20日、ブリティッシュブルーは2月27日発売。ソフトウェアバージョンアップにより、 同年12月9日、出荷分から、ウィルコムガジェット、デコラティブメールジャバーアプリケーション、国際ローミングに対応した新バージョンとなった。出荷分の9についても、ソフトのアップデートにより対応予定とされていたが、ネットインデックス移行後の2010年9月時点まで、実現していない。なお、ネットインデックス制移行後のガジェット対応版については、 同梱の WSIM が2010年以降 RX430AL に変更されている。なお、Q シリーズの展開については、今後も大きな変更は行わず、マイナーチェンジにとどめていく予定とのこと。クラブエアエッジのオフィシャルコンテンツは一部未対応のものがある。公式には PC 用モデムとしての使用は不可能とされているが、W シムファームウェア更新モードを呼び出すことで、モデムとして利用できることが、有志らによって確認されている。しかし、非公式である、個事個責任で利用すべきである。ありがとうございます。